連続の猛暑で体が参ってます。暑くて汗かくからやだ。強い日差しが照りつけて今日も各地で気温が上がり、名古屋では午前10時過ぎに35度に達しました。これで名古屋は20日連続の猛暑日となり、1942年に観測した19日連続を82年ぶりに更新し、史上最も長い記録的な暑さになっています。予想最高気温は名古屋で38度、岐阜で37度、津で35度と広く猛暑日になる見込みです。愛知県と三重県には今日も熱中症警戒アラートが出ていて、熱中症に厳重な警戒が必要です。